こんにちは、ルナです。今私は近所をちょっと散歩しています。実は何か食べ物を買いにお店に向かっているんです。さっきまで勉強していたので少しお腹が空いてるんですよね。あ、この鳴き声が聞こえますか？セミの鳴き声です。日本ではセミは夏の風物詩なんです。でも少しうるさいので私はセミが苦手です。おお、これが見えますか？パトカーと白バイがありますね。これは交番と言います。警察官が滞在している小さなオフィスです。どの地域にも交番があります。日本に住むなら最寄りの交番がどこにあるのか知っておくといいでしょう。もし何か困ったことがあれば交番で必ず誰かが助けてくれます。全国に6000を超える交番があるそうです。警察が地域社会とより親しい関係を築くために日本には交番がたくさんあるんです。見ての通り、この看板には2つの言語で警察と書かれていますね。そしてこの看板には女性安全ステーションと書かれています。もし女性が誰かに話を聞いてもらいたいときに、ここなら安心して話を聞いてもらうことができます。すべての地域に交番があることはいいことですね。だからここが治安がいいと感じることができるのです。あれ、誰だろう。ああ、漢字マンじゃないですか。安心してくださいね。悪い人じゃないですよ。彼は勉強が大好きだそうで、いつも漢字を勉強しているんです。おお、今から漢字の勉強をし始めようとしていますよ。一緒に勉強していきましょう。それではペンと紙を用意して新しい漢字を学んでいきましょう。Remember, if you find the video interesting or helpful, please push the like button and leave a comment. Now for some kanji. 今日の最初の漢字はこのように書きます。1、2、3、4、画数は4画です。訓読みは文です。In English, 文 means a sentence.Or written words. お読みは文です。例を挙げると、文句、文書、文学、文化。例文は、あなたは大学で何を勉強していますか？私は文学を勉強しています。今、私は1000文字の論文を書いています。次の漢字は、1、2、3、4、5。画数は5画です。送り仮名をつけて、正しいと読みます。In English, 正しい means correct.お読みは、say と show です。例を挙げると、正解、修正、正月、正直。例文は、その文字の綴りは正しくありません。修正テープを使ってもう一度書いてみてください。次の漢字は、1、2、3、4、5、6。画数は6画です。訓読みは字です。In English, 字 means letters or written characters. お読みは字です。例を挙げると、漢字
字幕数字例文は私は日本語を学びたいですそうしたらアニメを字幕なしで見ることができますそれってかっこよくないですか次の漢字は1、2、3、4、5画数は五画です。訓読みは本です。In English, 本 means book. 音読みは元です。例を挙げると、本当、基本、本部、例文は、もし本当に日本語を理解したいのなら、漢字を学ぶ必要があります。まずは、基本を集中的に勉強するのがいいでしょう。今日の最後の漢字は、1、2、3、4、5、6。画数は6画です。訓読みは、糸です。In English, 糸 means thread. 音読みは、しです。例を挙げると、釣り糸、面子。例文は、ダイソーへ行こう。糸を買いたいです。なんで糸がいるの？刺繍をしたいからです。いい感じです。お疲れ様でした。たくさん学べましたね。でも、何度も練習することを忘れないでくださいね。毎日の小さな積み重ねは大切です。漢字を学ぶことを毎日の習慣にしましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。